皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語ですね。続きやっていきましょう。では、5月場所の場所前稽古からですね。さあ、師匠さんがね、もう仕上げのほぼ仕上げに入りますね。今場所で、3、4上がるんで、あ、まだもう一場所か、ごめんなさい聞かなかったことにしてください。はい、あやのこじさんはね、申し合いですね。まだまだ境町さんは、上半身をあと2つというところですね。神様、ああ柔軟性が落ちたのか。だったらまだね全然狙えますよね。はい、ぶっこうじさん、ぶっこうじさんはここで小遣いからのスタートですね。はい、ごっつぁんです。よいしょ。六角さん、おー、なるほどね。上半身下半身が77になったというところですね。まだいけるっしょ今年いっぱいはね、やっぱり。はい、錦木さんは、上半身ね、最終段階でしたね。もうこれで、例えば50引いたとしてもっていうところだね。まあ今日は講演会ですからね。はい、愛の町さん、運び足1回やってまたお小遣いだね。で、バンバさん。で、富野小路さん。そうか、年代がね、結構、サクッと空いちゃってるんですよね。はい、2日目参りましょう。はい、四条さんは下半身。で、あやのこじさんは申し合い。境町さんは上半身、よっ、上がんない。あと2つ上がるはずなんだけどね。はい、ぶっこじさんも申し合いからいきましょう。六角さん、そのままですね。で、錦さんが上半身。まだ年末までね、多分大丈夫だと思うんですよね。正規のって言ってたから。はい、皆さんお小遣い。はい、ごっつぁんです。はい。バンバさん、で、富野さんね。はい、3日目いきまーす。まあこうね、育てる最中がね、このゲームの楽しみではあるところですね。ちょっと連打でいきましょう。上がんないいや、ちょっとぶっこじさんの方が後から入ったせいかね、パラの伸びは遅い気がします。はい、どうしようかな。まずは少しで鉄砲と下半身やってからですね。もう19歳なんですよね。はい、4日目。はい、のこじさんまた明日ね、お小遣いですね。境町さんは上半身さこい、上がんない。
30年なんやかんや言ってね、いきますね。はい、錦さんは上半身。まあ年末ぐらいまでにはね、70到達しそうですね。やっぱりちょっと器用系のね、お弟子さんが欲しいですよね。はい、つかめまいりましょう。はい、下半身で、あのこさんお小遣いね。はい、ごっさんです。まあ衰えてもまだね、神様神様で、いらっしゃるんで。六角さんはね、もうあのこの御年になってるんで勝ち越しはいいっていうね、スタンスですけどね。さで、こちらがまた、運び足ですね。一旦60ぐらいで、様子見た方がいいのかな。ちょっと大関候補だっけ、はい、野松さんは。もうそれすら記憶がない。はい、6日目いきましょう。上がるかな、それ。上がんない。まあまだね、あと2年半ぐらいあるんで、どっかで上がるでしょう。あ、出発力40いったね。早いな。こっちは、そっち系が早いですよね。はい、オッケー。7日目。ちょっと集中力なくすとね、間違えそうになるんですよね。ほいほいほい。じゃあバランスいいですよね、3つの。上がらんな。あと上半身2つないとね、本当横綱は厳しいかもしれないんで。意外とね、境町さんのちょっと伸びが思ってたより悪かったですよね。はい、4日目参ります。もう60来ましたね、あと10。上がんない。これはちょっとね、なんていうか、お小遣いあげるのを止めるのが早すぎましたね、境町さんの場合は。ここは気をつけないとダメですね。サブックさん、また明日お小遣いですね。六角さんはそれ考えるとね、ちょうど良かったかもしれないですね。まあ32止まりになっちゃいましたけどね。
はい、9日目いきます。あと4つやってね、お小遣いですね。はい、ぶっこしさんお小遣い。はい、ごっつぁんです。西木さんは上半身。あ、そうか、ここの亀かダメだうん。はい、アイヌマジさん40はね、超えそうな計算ですね。はい、では10日目参りましょう。下半身あと3つで窓を小遣い。はい、坂井松さんが上半身ね。よいしょ、上がれ。上がんない。これで上半身30、ようやくですね。あと30、いくつ上がるとして、やっぱり年末までで70、ほぼ70っていう計算ですよね。ちょっと錦さんはね、技を持ってらっしゃるせいが上がるのが早かったから、その辺がね、長く横綱続け、るためにね、落ちちゃいますからね、パラがね。ちょっと座位がもしかしたら短くなるかもしれないという雰囲気を持ってますよね。さあ、瞬発力40突破。わあ。ね、やる気ないの、当たりすら引かないね坂井さんは。さあ、ようやくね、持続力40いきましたね。で、富野小路さんはね、分かりやすいよね。劣化が始まったらどっから落ちるのかがね、もう全部73スタートなんで。はい、12日目。さあ、これで、13日目にお小遣いになりそうですね。綾野浩二さんは後申し合い2つ。ね、当たりすら引かんもんね仏骨さんも、申し合い。危ない危ない六角さん、明日またそうか、講演会か。はい、13日目参りましょう。さあ、ここでごっつ使いね。はい、ごっつぁんでーす。
まあ師匠さんは前のね、姉小路さんよりは全然パラ鍛えれそうですからね、下手したら上半身80ぐらいまでね引き上げれるかもしれない。あと集中力とね必要ですからね、その辺まあ加味して70-75ぐらいでねオーバーになるかもしれないですね。はい、姉小路さん、ここで申し合いやって14日目にお小遣いですね。再びあれ今日13日目か。まあ一応、はい、オッケーオッケー。はい、多分上がんない。戻しからやろうか、鉄砲とね持続力で、ここで小遣いね。はい、ごっつぁんです。はい、でよっ、上がんないこいつは申し合いですね。はい、あと3回、6ですからね。あ、柔軟性が40のところが変でか。まあでも今場所はもうあと1回しか、明日場所もなんだっけ、技研究か。錦さんが33なんで、年末で、まあ、11上がるとして66かな、というところでしょうね。34か、あ、じゃあ67だ。でそっからですよね。であとは、はい、ではラスト、若手は 技研究ですね。四条さんもいいよね、なので、下半身いきましょう。多分もう増えねえで、技研究ね。どうした？おい、あやのこうじさんは器用。あ、結局当たり引かず。こうじさんが武器調査。はい。多分武器調査。神田川先生みたいなね、あのコメント出るんかな、張り手で雲を倒したそうですよみたいな形でね。アイノマさんもいいよね。なので箱部屋敷きましょう。で、横井さん、はい、ということでね、この布陣で5月場所、夏場所ですね、参りたいと思いますんで、また本場所前半戦後半戦お楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。